自画像福島県立美術館像、関根昭治は、日本の洋画家である。1899年、福島県西白川郡大沼村に、屋根吹き職人の父のもとに生まれた。1908年、前年に経った父を異常郷、深川に住む。小学校の同級生に、伊藤晋水がおり、伊藤の紹介で1914年に、東京印刷株式会社に就職。そこで、 オスカー・ワイルドの作品を読み、ワイルドの思想に触れた。1915年、会社を辞めた関根は、知人と共に長野県へ放浪。そこで、洋画家の高野通生と出会った影響などを受け、ほぼ独学で絵画を学んでいく。同年、16歳の時に描いた、死を思う日が、第2回に加点に入選。1918年、19歳の時に、 第5回日過天に出品した信仰の悲しみが女牛賞に選ばれたが、関根はこの頃より心身ともに衰弱し、翌年結核により20歳で溶接した。絶筆となった慰められつつ悩むは後に紛失し、現在は作品を写した絵はがきの実が残されている。関根の代表作である信仰の悲しみは後に 日本の近代洋菓子を代表する傑作の一つと評され2003年に重要文化財の指定を受けている。ありがとうございます。